室の中で交わした約束を信じていたい。 SF な月明かり、次元を超えた何かが二人を引き寄せてゆく。誠、ちょっとばかり科学に興味のある普通の高校生やったんやけど、ある日ひょんなことから不思議の世界エルハザードに来てしもて、ああ僕の運命どうなってしまうんやろ。ああ今頃みんな心配してるやろな。はよ帰りたいな。そんなまこっちゃんに耳寄り情報。え？ななみちゃん。今ならね、特別価格250万円で帰れるんだけど、乗る？乗るって、それより君なんで？そんなこと聞くなら乗せてあげない。あー、ちょちょ、ななみちゃん、そらないやろ。どう？まこっちゃん、まこっちゃんってば。あれ、あれ、ここ実験室、エルハザードは？何言ってんの、まこっちゃん。そうか、ななみちゃん、ただで助けてくれたんやな、ありがとう。うわなんや、夢の、また夢やったんか。どっかに図書館でもあったら帰り方がわかるんやけど、広すぎてわけわからんし。ああ、すいません、どうも。ん？バフー、バンバパパ、バビコ、あ、ブンブン、バンバ、バンバ。なんなんや、あの動物は。どうしたらいいと思う？あの不思議な人たちのこと。ロンズは異教の地のスパイではないかというの。でも私はそんなに悪い人たちではないような気がしているの。何て、いや、そのすぐに立ち去りなさい。すんません。ご覧になっていたのですか。あ、ええ、まあ
ご覧になったことを誰かに話したら、私はあなたを許しません。 いえ、誰にも言いません。ほんまです。うわっ、やはり牢獄に入れておくべきでした。そんな、無礼者。ほんならええわ。何、脱獄だと？お前か、ここの責任者は。貴様、エルハザード最強と言われる我が宮殿の牢獄からどうやって逃げた？簡単なことだ。まず腹が痛いふりをした。俺はもう死ぬ。死ぬ前に一度でいいからその素晴らしい武器を手に取らせてくれ。そして武器を手にすればもうこっちのものよ。あとは周りの兵たちを脅しながらここまでやってきたという寸法だ。なんと卑怯な。脱獄のためとはいえ人の優しさにつけ込むとは。バカめ。その程度は支配者となるには基本中の基本だぞ。支配者だと？貴様は何者だ？私は東雲高校最強にして最後の絶対的支配者、陣内勝彦だ。私もこのバグロム帝国最強にして最後の絶対的支配者、ディーバだ。お前もか。私もだ。支配が好きか？大好き。もっと強大な支配者になりたいか？なりたい。ならば私は神になる。そしてお前に支配させてやる。おお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 おはっ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 。先生、お金のあるうちに帰れる方法見つかるでしょうか？ここに立って見つからんのだ。だったらとりあえず動くしかあるまい。どんなヒントでもいいんです。東雲高校へ戻る方法を知らんですか？知りません。せやったら知っていそうな人はいませんか？知っていそうな？いるんですね。いえ、いません。そんな方は知りません。でも今。そうですか。なんで隠すのやろ。なんか様子がおかしくないですか、先生？ああ、川が干上がってしもうてる。どういうことなんでしょう、先生？奴らにせき止められてしまったのですじゃ。奴ら？あ、先生！先生、あいつらこの間の。あ、マグロン。なんて乱暴なことしやがるんだ。先生、火消すの手伝いましょう。お、見事。まず水源の川の水をせき止め、しかるの地に火攻めにする。
これほどまでに卑怯な作戦は見たことがない。そうであろう、そうであろう。者どもイケイケだ、矢をつがえ火を。待て、このまま焼き尽くしてしまっては面白くない。何、卑怯というのはこの程度ではないのだ。真の支配者なら徹底的にやろうではないか。この貯水池も使い果たしたか。村が全滅しなかっただけせめてもの救いですが、もしもう一度攻めてこられてもしたら。でもなんで敵は突然引き下がったんでしょう。大変です。何事だ。バグロム兵たちが退去して攻めてきたのか。それが行商に。行商。さあさあ水でお困りの諸君、ナース高原の水が今なら格安大奉仕だ。2リットルでたったの10万ロシタル。こんな良心的な価格はないぞ。これおよし、責任者はどなたじゃ。責任者は私だ。あ、陣内。まこと。それに藤沢。お前も来てたのか、この世界に。貴様らこそなぜここに。そうか、またしても私の邪魔をしようというのだな。何言うてんのや。お前状況ちゃんと把握しとんのか。うるさい。まこと、お前がいるとなれば絶対に容赦などしないぞ。陣内、お前それでも生徒会長か。先生はとっても悲しいぞ。私はこの世界で支配者となるのだ。生徒会長の座など、まこと、お前にくれてやる。くれていらんわ、そんなもん。いいか、者ども、このナース高原の美味しい天然水お得用2リットル瓶をこの村で全部買え。さもなくば再びこの村に火を放つ。なんだと。陣内、マジか。無論。すごい、これぞまさに卑怯のお手本。私の胸はときめいているぞ。イエスかノーか二つに一つだ。2時間後に返事がなければ総攻撃を開始する。陣内。天然。ただいま青木軍が到着いたしました。ルー王女様もご一緒です。この御用邸はルーン姫様と亡き国王陛下との思い出の地でもあります。それを思うと。皆さん、僕に考えがあります。俺に酒抜けてここまでするか、水原のやつ。森の中での戦いの時、先生はあっという間にバグロムの兵隊を三人も倒してしまったんや。それから考えると、先生の脚力は通常の10倍以上にはなってました。多分シラフやったら、1秒で50メートル走るのは硬いでしょう。これなら、海まで行って帰って、行さんお釣りが来ます。せやから先生に、こんなでっかい亀を持って行って、海の水を汲んできてもらおうっちゅうわけです。だが、そんな大きな亀がどこに。あ、そ
そっちちゃう、そっちちゃう、もっと右、右、右、あ、そっち、上行き過ぎや、そこまでやらんで。なるほど。指示するだけっちゅうのも結構しんどいわ。あ、王女様、今何時？僕何時間寝とった？あれから何時間経った？はい、あの12、3分ほどでしょうか。そんなもんか。せや、早せんと。あ、まだ無理です。僕がいかんと、いろいろとわからへんこともあるやろし。大丈夫ですって。あの、大丈夫ですって。ね。ほんじゃ。よし、じゃあ行くか。先生、急いでくださいよ。うっせぇ。じゃあ行ってくるからな。先生、お酒用意して待ってますからね。本番頼んますよ、先生。デンレー、やつらがバグロムの軍隊が。約束の時間はまだのはずです。戦争で約束守ってどうする。約束は破るためにあるのだ。先生、めちゃくちゃヤバいです。はよ頼みます。水を買うのか、買わぬのか。仕方あるまい。ダメや、あいつら金あろうたら水もよこさんと村に火花つけや。せろ、陣内。おやおや、私がそんな卑怯な男に見えるかな。見える、最低や。うるさい、貴様黙ってろ。話し合いでわからぬとあれば実力行使あるのみだ。手近な家を焼き払え。お待ちなさい。火を放つのであれば私の別荘になさい。姫、良いのです。ふん、面白い。ならば望み通り焼き払ってやる。待て待て。よして。それ。さあ、飲んでください。グッド。まあな。びっくりしたわ。亀が壊れたから言うて、せき止められた水離してくるなんて。大したお方です。ほんま。けど、もっと驚いたのは王女様や。ここを焼いてくれいう王女様の言葉、大切な思い出がいっぱいあるはずやのに。それは村の人たちも同じことだもの。それにたとえここがなくなっても私の心の中の思い出はなくならないし、それに何よりも、何よりも、何よりも新しい思い出を作ればいいのだから。そうですね、
でもここどこなんだろう。全ての神官の頂点に立つという3人の大神官、この3人なら地球へ帰る方法を知っているかもしれないと聞いた僕らは彼女たちを訪ねて旅立った。最初に向かうはミーズ・ミシュタル司る水の神殿。次回乙女の神殿へ。私も忘れ